皆さんこんばんは、ミモレの藤本です。今日は占星術家恵子さんをお招きして、水瓶座新月前夜のインスタライブを行います。はい、皆さんこんにちは、恵子です。今日もご覧いただきましてありがとうございます。はい、じゃあ今日はね、人脈と金脈などちょっと興味深いテーマを中心にお話しいただこうと思います。はい、はい、何からいきましょうね。この間のヤギ座のリチュアルで皆さんからすごく金脈というか第二ハウスについてすっごくこう質問が来ていましたよね。来てましたね、うん、あのヤギ座の新月の時に、第二ハウスにね、お星様が固まっていたので、惑星が固まっていたので、これは第二ハウス重要だなということで、第二ハウスについてね説明したんですよね。で、第二ハウスがのカスプ、第二ハウスのスタート地点っていうのが、金脈に大いに関係してるよっていう話をしたんですよ、うんうん、そしたらばその後ね、1ヶ月にわたってものすごいあのパワーベッシュアカデミーの方にも、あとミモレの方にもね、いろいろご質問が来て、それで一番多かったのがね、ホロスコープを、自分のホロスコープを調べたんだけど、私には第二ハウスがありませんという第二ハウスがありませんという方がいらっしゃったんですが、第二ハウスはあります。どなたにもありますね。で、例えば今日これが水瓶座新月のねホロスコープですけど、ここが第二ハウスなんですよ。ここがって言うと大丈夫かな、わかるかな。はい、ちょっと拡大してみましたね、はい、ここ2って書いてあるところ、ね、ここが第二ハウスで、そして重要なのはね、この第二ハウスが、何座から始まっているかっていうこと、これが金脈に直結するんですね。だからこの図で言ったら、第二ハウス獅子座で始まってるじゃない。はい、ね、だからもしこれが誰かある個人のホロスコープだったとしたら、その人第二ハウスのカスプが獅子座にあるので、っていうことは獅子座的な価値観を大切にして生きると、金脈に非常によくつながりやすいと、へー、いうことなんですよ。それでね、もう一つ皆さんからのご質問で多かったのが、第二ハウスには星が全然、惑星が全然入っていませんと、その場合は金脈、金運がないってことでしょうかと、ね、こういうご質問があったんですが、あのね、惑星が入ってるかどうかってあんまり実は関係ない。そうなんですね。全然関係なくはないけど、第二ハウスに惑星がないからといって金脈がないことではないし、もっと言うなら、例えば結婚とかパートナーを意味する第七ハウス、第七ハウスに星が入ってないからといって結婚できないとか、恋人ができないとか、パートナーに一生巡り合えないとか、そんな第七ハウスに関しても何座から始まっているかっていうのが、それがすごく重要。第七ハウスのカスプがね、ということで、まあその惑星ってね、意識なんですよ、意識、惑星は意識、意識が向かうところ、意識づけをするのが惑星だから、だからね、もし第二ハウスにたくさん惑星が入ってますっていう人がいたら、その人は、金運がいいというよりは、お金とか収入とか経済面に、人生の中で、意識がそこに向かいやすいっていうこと。なるほど。そのハウスっていうのは、先生がおっしゃっていた人生で経験するテーマと分野っていうことじゃないですか。そうです。だからその第二ハウスということに、そのテーマに非常に意識が向かいやすい、意識が向かう。だから第七ハウスにもし惑星がたくさんある人がいたら、その人は自分のパートナー、誰と付き合うかっていうことに、結構、若い時から意識がいっていて、で、
ともすると、うんうん、私の知ってる人でもいるんだけど、やっぱりダイナーハウスにね星がいっぱいある人って、うん、彼がいない、恋人がいない時は自分人生を生きていないような気がする、ね、面白いですね。意識が向かうってことはそういうことなんですもんね。そういうことなんです。叶うかどうかとかはまたちょっと叶え方とかではなくて意識が向かうってことなんですね。人人生の中でそのテーマにの重要度が高いのよ。あ、重要度が高いと叶いやすくももちろんあるでしょうけど、それがなかった場合にものすごく失望感、そうあの不満足度も高まるってこと。うん、で、12ハウスだから、あ、ハウスって12あります。だけど、うんうん、占星術で使う惑星って基本10しかないのよ、はいはい、ってことは必ず惑星の入ってないことをハウスは最低2つは出てくる。あ、バランスよく入ったとしても、うん、出てくるのは当然ですよね、うん、出てくるのが当然だし、だいたいほとんど全部のハウスにばらけているなんていう人はいないので、そうすると大抵ね何も入ってないハウスが3つとか4つとかあるの、それ普通ね。なるほど、うん、今質問で、うん、第2ハウスが、天秤、あ、乙女座と獅子座にあるのですが、あ、獅子座と乙女座にあるから、ね、あ、そうですそうです。そうすると、うん、第2ハウスがまず何座から始まっているかがすごく大事。それがこの間おっしゃってたカスプでしたっけ。カスプ、うん、始まりが大事ってことですね。始まりが大事だから、獅子座から始まっているけれども、途中から多分乙女座になってるんだと思うね。うん、だけど規定は獅子座だから、そうすると、うん、獅子座的な価値観で生きてくださいと。なるほど、それが金脈につながる、うん、つながりやすい。でもね、こちらについてはあのアカデミーのメンバーの皆様にはちょっと特別なプレゼントをご用意しているんですよね。もう非常にこれについてのあのあとやむことのないご質問が多くて、私の第二ハウスの始まりは何座なんですけど、じゃあどうしたらいいでしょうか、何が金脈なのでしょうかっていうことをね、はい、それからね、もう一つ大切なことなんて言っておくと、うん、金脈を引き寄せるのは、うんうん、引き寄せるのは月です。月星座です。あのね、はいはい、ハウスとかサインっていうのは単なる場所住所なので、うんうん、ハウスが引き寄せるわけではないのよ。あ、第二ハウスが金脈を引き寄せるわけじゃない、うんうんうん、第二ハウスはあくまでもお金とか収入とかいうテーマを扱っている、扱っているだけで、ハウスに引き寄せ力はないです。なるほど、うん、だから筋肉を引き寄せるのはあくまでも、月星座。うん、だからその月星座が筋脈を引き寄せやすくする環境というか、ね、それを整えるのが第二ハウスなのね。わかりやすい、うん、そしてその環境を整える第二ハウスが、まあ、月星座別にこうどうなっているかっていうのはアカデミーのメンバーの皆様には2月2日にあの恵子さんから特別なね、うん、メッセージをお送りしたいと思います。はい、はい、お楽しみにどうぞ。では先生、振り返りはこのあたりにして、はい、水瓶座新月の、水瓶座新月ね、はい、はい、お部屋へちょっと移動させていただきます。はい、はい、これ、マジカルホロスコープボックスに入っているね、ホロスコープボード、これを使って、明日の新月図をちょっと作ってみました。こんな風になりますね。あ、恵子さん大変、アカデミーはどのように入れますかというご質問があったのですが、アカデミーは何でしょう、パワーウィッシュ、恵子図パワーウィッシュアカデミーというサイトがありますので、はい、そこから登録、はい、ですね、入会手続きをしていただければよろしいかと思います、はい、ね、稽古パワーウィッシュで、検索していただくと一番上に出てきます。はい、はい、そうですね、はい、お願いします。はい、これが下の新月図ですね。で、新月が水瓶座で起こってますね、うんうん、ところがなんと、はい、
新月というのは月と太陽が重なることを言いますが、はい、月と太陽以外のものがあるではありませんか。あ、そのマークは先生土星ですね。土星ですね、土星ですね、土星、土星ですね。うん、うん、で土星というと、時代を作る惑星とも言われたりするし、あとは土台基盤、ね、を作る惑星なんても言われたりするし、とにかくね、ある状態を安定させてくれたり持続させてくれたり継続させてくれるのが土星なんですね。で特に新月と土星が重なってる時っていうのは、うんうんうん、新しい土台、新しい基盤ができる時なのよね。うん、新しい基盤が、まあ風の時代に入ったし、ね、これからあと1ヶ月半もすると宇宙元旦が来て2022年になりますので、やっぱり確かに新しい土台を作る時期かなと思いますね。うん、でだからこれ土台作りですね、明日の新月はね。土台作り、土台作りなんだけども、うんうん、これここにはハウス書かれてませんが、この新月と土星のコンジャンクション実は第8ハウスっていうハウスで起こってるのね。うん、第8ハウスというのは、まあ、潜在意識のハウスなんて言われたりもするし、うんうん、あとは何だろう、心理状態、こう目に見えないもの、遺伝とかね、家計とか、それから自分の心の内に秘めたもの、ちょっとね地味なハウスではありますけれども、ちょっと理解しづらいハウスではあるけれども、実は人生ってさ潜在意識の通りに動くじゃないの。そうなんですね。うん、いやさっきね恵子さんがね地味なハウスなんだけどっていうふうにおっしゃったんですけど、私はその地味っていうよりも第8ハウスっていうテーマの、テーマとか分野とか人生で経験するテーマ、第8ハウスはすごく理解できなかった。なかなか今でももしかしたらちょっとわからないかもしれない。そうだね、そうだね、説明しづらいね、まあ、心理状態、潜在意識、それから自分の中に脈々と息づいているものみたいな感じ。あ、すごい、なんか皆さんからサソリ座的なハウスですね、はい、とか、人生は潜在意識の通りに動くっていうことにすごく反応されていらっしゃいますね。あのね、地味なハウスではあるんだけども、人生を作ってるのが潜在意識だっていうこと結構皆さん知ってるでしょ。まあ、レールの上を電車で走っていくように、私たちの人生って結構潜在意識の通りに動いてるだけだったりするんだよね。ということは、ものすごく大事なハウスだと思わない？いやもう地味だけど、てかもうもはや最も大事なのではっていう気もしてきましたね。もはや最も大事、本当になんか潜在意識が、いい状態、ポジティブな、人っていうのは、なんだかんだ言ってうまくいくのよね、人生が。そんな気がする。でも、潜在意識をポジティブに変えるってどうやったらっていう気もする。そうだね、でもさ、潜在意識ってもちろん、まあ過去性からの記憶っていうのも一つあるよね、潜在意識って。あと親からの家庭環境とか教育とかさ、物心つく前に、もう刻み込まれたものっていうのも潜在意識としてはあるよね。その辺はもうどうにもならないと思うよ。だけど、まあ30年ぐらい生きてるとさ、自分で作り上げた潜在意識の方が多いんだよね。意外とね、そうなんですね。だって物心つく前に刻み込まれたものってさ、まあせいぜい15、6年分ぐらいじゃない？そっか。でもそのまんまにしてる場合もあるってことですよね。あるだろうけど、
まあ、ほとんどの方30年以上生きてる方だったらもう、うん、自分の経験体験で作っちゃったものの方が多いんじゃない？断然。ということは自分で作ったものなんだから、うんうん、自分で変えられると私は思うけどね素晴らしい、うん、そうです ね、 ね。でそういうあの潜在意識の書き換えとかね、塗り替えにベストタイミングなのが、うん、やっぱりこの第8ハウスで新月とか満月が起こる時っていうのがチャンスだよね。明日のリチュアルはものすごいお宝情報ですね、これは。ですね、うん、うん、潜在意識の塗り替え書き換え良いですね。土星もあることだし、うん、あ、そっか、うん、土星が入ってるんですもん ね、 ね、土星が入っているのでこう土台が変わるって感じですね。いいですね、うん。それからもう一つ注目すべきがこの天王星さん、うーん、天王星、はいはい、ね、マジカルホロスコープボックスではこんな感じの、結構華々しいカードになってますけれども、うん、はい、この土星とさ天王星の対比も見事でしょう、うん、なんか全然違う働きがあるのが一発で分かって、うん、今まで結構本で何回も読んできたんですけど、このカードを見たらだいぶ働きが違うんだなって分かりますね。ですよね、この落ち着きいぶし銀みたい。そう、いぶし銀ね、ブラックチョコレートのような、サビ、赤サビ色のような、土色のようなね、うん、そしてこっち天王星ね、うん、うん、なんかなんか妙にキラキラしてますけどね、うんうん、でこの天、あ、そう、この土星も、うん、この天王星も実は水瓶座のルーラーなんですよ、うん、ね、ルーラーというのは、支配性なんていう言葉、ね、日本語でやってたりしますけど、うんうん、つまりこれも新月と一緒になってる土星も、うん、この11ハウスにある天王星もどちらも水亀座の息がかかっているということ。息がかかっている、息がかかっている、ね、明日は水亀座の息がかかっている惑星がキラッとしているんですね、はい、どちらも強いです。うーん、この土星は新月と一緒になってるし、この天王星は、ここではちょっと表示されてないんだけど11ハウスというね、うん、水亀座の天王星が一番心地いいハウスにこの天王星さんいるので、うん、どちらも強い、うん、っていうと新旧交代、ね、の時期ですね。これが旧、こっちが新年、うん、星と革新の攻防というかね、星と革新の攻防、うん、それをどういう風なこうパワーウィッシュに書き込んだらいいかっていうのは、うん、明日のリチュアルでご覧をってことですよね。その願いをね、うん、そのままストレートに書いていただくのももちろん悪くはないんですが、うんうん、願いを叶えるコツっていうのはやっぱり宇宙に、うんうん、宇宙が理解しやすい言葉、宇宙が理解しやすい表現を使うっていうのは、うん、これが、最大のコツだったりするので、うんうん、そのあたりはね、リチュアルでちゃんとお伝えしてありますので、よ、ね、じっくり聞いてみてください、はいはい、その時々の惑星 と波動が合う言葉っていうのがやっぱりあるってことですもんね。ありますね。あとサインに、そのサインにマッチする波動、マッチする波動を持つ言葉とかあるので、うんうん、それに合わせて書くと、うん、宇宙としては吸収しやすいんだね。なるほど、宇宙に響かせることができる。なるほど、これミソですね、はい。あとはね、水瓶座、明日この新月が来る水瓶座というのは、うんうん、現状打破、現状打破、はい、現状打破を得意とするハウスなので、うんうん、ハウスじゃない、サインなのでね、うんうんうん、やっぱり思いっきり今の人生を変えたいとか、もう少し変えるんじゃなくて大きく変化したいね、うん、という願いのある方はもうパワーウィッシュ書き時ですね。へ、例えばさ、まあ、転職もそうだけど、うんうん、新天地に引っ越して、ね、第二の人生を始めたいとかさ、はいはいはい、と新しいパートナー見つけて、全く違う人生を歩んでみたいとか、うーん、ね、
今までこうずっと会社勤めをしていたんだけど、うんうんうん、ちょっと独立して起業したいとかお店を開きたい、ね、なるほど、うんうん、自分のブランドを立ち上げたいとか、うんうんうん、ちょっと勇気がなくて、うん二の足を踏んでいること、うんうん、ね、やってみたいっていう気持ちはあるけど失敗したらどうしようとか思うとねなかなか実行できないなっていう、うんうん、そういうことはこの水瓶座新月で覚悟決意を決めて、はい、そしてパワーを一緒に書いて、まあ、宇宙元旦あたりから実行に移すなんていうのがなんかいい流れじゃないでしょうか。あ、水瓶座新月からの3月21の宇宙元旦に向けていくっていう感じです ね、うん、ね、あ、皆さんから、ね、初心者でもアカデミーは大丈夫でしょうかっていうご質問が。はい、もちろん大丈夫ですよ、うんうんうん、あのねアカデミーの中に結構知識のある方もこういらっしゃるので、うん、それなりに、まあ専門的なことも私申し上げていますが、わからないところは別にスルーしてくださっても結構だし、うん、あとなんならアカデミーのメンバーの方は私に質問していただけるので、あ、そうそう、それがね、うん、お宝の会員特権でございますよ。会員の皆様は私に、うん、何でも質問していただけて私が自分で答えたりしているので、そこで質問してくださってもいいし、うん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 、あと質問が多い場合は、うん、メルマガに私答え載せようかなと思ってるの。これが、あ、素晴らしい。さらにメルマガがパワーアップするんですね、うん、そうなんですよ。なんかこれこのご質問前もあったなとか、うんうんうん、なんか複数来てるなっていう場合は、うん、実際にメールくださった方以外にも同じことを疑問に思っている方がねいらっしゃるはずなので、そうですね、うん、その場合はもうメルマガでお答えしちゃおうかなと思っているので、はい、あと初心者の方もそうは言っても多いのよね、うん、実はねとっても多いのでございますよ。そうなんですよ、うん、星座マークも知らないんですけどっていう、でも全然楽しいというで、うんうん、例文がたくさんあるのもいいですよね、うん、そう、例文私少なくても4つ5つぐらいね、うん、毎回あげているので、うん、ああこういうふうに書けばいいのね、うん、あとね門前の小僧習わぬ今日を読むじゃないけど、うん、月に2回なんか私の解説聞いてると、うんうん、そのうち詳しくなってくるんだよね。いやいや本当ですよ。あのね講談社のねメンズのねもう水星逆行水星逆行って最近恵子さんのあれを見て水星逆行いつ終わるんだっけねみたいな感じですっかりねもうね門前の小僧がね、はい、もうプロフェッショナル級に半年ぐらいになっておりますから、もうね先生術小僧を私増やしたいと思ってるんですよ世の中に、はい、うん、ね、そんな感じなんで、アカデミーは気軽に、うん、ぜひ入会してください。いろんな特権もあるので、はい、あの2月2日に恵子先生が早速その会員の皆様からねご質問があった第2ハウスについて12月星座別に、あ、12パターン別に書いたメルマガも、2月2日にお送りしますので、会員になっていただければ ね、はい、届きます、はい、これはぜひご覧ください。あとはどうでしょう、皆さんからのご質問で何か今来ているのがあれば、あ、今ね皆さんのね感想で少しずつ分かるのが楽しいですよっていうことでした。あ、そうなんですね。あ、大切なこと言うの忘れてました。ね、うん、新月とは直接絡んではいないんですが、うん、実は今ヤギ座で、うん、金星と火星がコンジャンクションしてるんですよ。はいはいはい、ね、うん、で金星と火星のコンジャンクションっていうのは、うん、もうラブーン真っ盛り。え、そうなんですね、うん、これはね、カップルになるっていうことなの。金星と火星がコンジャンクションしてるっていうのは、うんうんうん、今ちょっとジェンダーフリーの時代になっちゃいましたけども、うんうん、一応金星というのは、女性の象徴ね、はい、火星 は男性の象徴ということで、うんうん、これが一緒になると男女がくっつくっていうことになる、ね、それで
この金星火星のコンジャンクションは、うんうん、実はこの天王星とトライン、トラインというのを組んでて、うんうんうん、さらに魚座の木星とここ60度になっている。これで幸運の小三角形っていうのを組んでるんですよ、ここで。へえ、そうするとね、恋愛運めちゃいいのね今。そんな素晴らしい水瓶座新月の力をね、リチュアルで。そうなんです。だからでこの天王星がさ、水瓶座のルーラーなので、うんうんうん、いや無理でしょうって思っていた相手も、はい、意外に落とせちゃうっていうんですよ、これすごい。皆様明日の明日はそのまさかのね、土台だけじゃなくて潜在意識の土台を書き換える方法だけじゃなくて、ラブーンもかなりアドバイスとなんかいいタイミングだっていうことですね。うん、だから、物おじしないで、あの人落としたい、あの人の彼になりたい、あの子の彼になりたい、あの人の彼女になりたいみたいなね、願いを持っている方はぜひ明日のパワービッシュ使って、はい、思いの丈を、ね、うんうん、文章に載せてください。私は何々を意図しますというこの文章ですからね。はい、はい、じゃあ先生今日はこんな感じで、はいはい、皆さんありがとうございました。恵子さんありがとうございました。はい。